こんにちは、速稼塾の久保です。なんかね、YouTube を見てみると池上彰さんが YouTube チャンネル始めてますね、いつの間にか。いやー、これね、ぜひね、扱ってほしい問題があるんですよ、池上さん。それが、国際1000兆円問題です。散々パラテレビの地上波ではね、インチキ、嘘、それとも言わされてるのか知らないですけど、台本通りに読んでくれましたね。誰がね、国民一人当たり800万、900万の借金で将来世代のツケなんですか。財政出動をなんでね、そこまで止めるんですか、池上さん。いや、池上さん一人が思うんだったらいいんですけども、それ誤解する国民が多すぎるんですよ。だからその辺も組んでですね、ちょっと YouTube の方では本音で語りましょう。これは将来世代のツケなんてないですから。なんで国債を借金、国民一人当たりっていう風に言い換えるんですか。全くこれはね、事実無根の間違いですよ。ぜひね、この三橋隆さんと対談してもらいたいなと思うんですけどね。横にね、可愛らしい女性がいるのもいいんですけども、ぜひね、三橋隆さんと横に置いて対談をする、こんな感じでいいんじゃないですかね。で、なんていうんですか、これなんとか大学って言ってましたね。公式池上彰と増田ユリアの YouTube 学園って書いてますけども、これ中田敦彦のなんか YouTube 大学とパクリじゃないですか、まるで。何をここまで来て稼ぎ始めてるんですか。もう、でもまあ一応チャンネル登録しますよ。池上さんはね、個人的に私好きですからね。ただ言ってる内容で感化できないものがあるのの最大限、これね、一番言いたいのはこのね、国債1000兆円問題ですよ。池上さんが言うから私もずっと長い間誤解したんですよ、これ。これね、藤井聡さんと対談してもらってもいいんですけどもね、どうですかね、池上さん。もう逃げずにぜひ対談してもらいたいと思います。対談じゃなくてもぜひね、本音でね、語ってほしいです。これは国債ってのは借金じゃありませんと、単なる財政出動の記録ですよっていうふうにね。池上さん知ってるんでしょ、知ってるんでしょ。もう意地が悪いんだから、もう本音でいきましょう、今年はね。ただでさえ大変な2021年ですから。池上さん、もうしっかり稼いだんでもいいでしょう、お金は。それから竹中平蔵さんとね、これまたコラボしていただくのもなかなか面白いんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。池上彰さん万歳で、じゃあよろしくお願いします。